サランセの声のゲーム実況です。今回はバイオハザード2のリメイクをやっていきたいと思うんですけども、こちらの、警察署の方に帰ってきました。なんでここでやり残したことっていうのがいくつかあると思いますので、それをやっていきたいかなと思うんですけど、まずはここのハートの刻印ですかね。ここの扉を開けて中に何があるのかっていうのを見ながら、回収できるアイテムは回収していきたいかなと思います。こういったグリーンハーブとかね、先行シルダーみたいなのを回収という形で、まずは進めていきたいと思います。さあ、ここには何があるかな？工具。これはなんか、図書室みたいなやつで使うやつですかね。早速進みましたね。他には、お、手榴弾か。もうアイテムいっぱいか。早いな。ちょっと体力回復しとこうか。なんか音がおかしい。音がおかしいですね。なんか戸が、え？うわっ！こいつがこんだけ日に日に来よったら、まともに探索なんかできんやん。え、ずっと？もしかして。ここで永久にぐるぐる回ってたら捕まることはないですけどね。クローバーか。しかし、まあ、でかいな。あ、なんか、いやいやいや、えらいこっちゃ。うわ、えらいコンビやなこれ。うわ、外した。とりあえずコール裁縫はやったけど、やってないやん。どうだ。うわ、まだ歩いてきてる。殺される殺される。うわ、きつっ。これ初全滅あるぞ。ほら来た。弾何発いんねん。とりあえずダウンさせてもらったら。マジで。お、ダウンしてるわ。ふぅ。今度は図書室行きましょうか。もう大変。なんか音が変わりましたよね。あの音になったら、あいつが来るっていうことですかね。ゾンビもおるか。ここではいろいろやることがありそうなので、倒しときたいですね。やった？そしたら、ここか。やっぱり変わりましたね。これで、これが動かせるようになったんかな？違うか。何が変わったんだろう。こっち？ホールド。あ、なるほどなるほどなるほど。また来た。この音が変わったん絶対そうでしょう。あいつ相手しとったら弾が何本あっても足りんないけどな。上がってきてるわ。何もんやこいつは。この使用嫌やな。うわ、行き止まりやん。しかも、あ、やば、死ぬぞこれ。回復アイテムもないんよな。
あ、倒れてるわ。だいたいグレネードランチャー一発で倒れるんかな。ここは、あ、これも移動させれるようになるんか。どっちに寄せたらいいんだろう。あんなやつがおる中でこんなことゆっくりできんぞ。これで。これもか。ほら、もう音変わった。どっち？もう一発でも食らったら死ぬんやけど。あっちか。上上がってったな。ここが通れるようになって、で、あ、これどうすんやろ。あ、迂回しよるわ。へえ、あ、ここに来れるようになったんか。ここは今まで来れんかったんやね、何気に。あ、時計台っていうところにこれで行けるんか。はい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 、なるほどなるほど。あいつ嫌やな。ちょっとダウンさせとこうか、ここで。ダウンしてるな、よし。ほんだらこれを後ろに行ったらいいんやな。狭いところであいつに相対したらもうマジで死ぬからな。お、ゾンビの声。なんかある。修理業者の作業計画書。警察署西側の時計台、文化財として価値を鑑み、修繕にあたって専門の技術者を招く予定です。本格的な作業は彼の到着を待って開始します。ただし、留め金が激しく劣化し、危険であるため、落下防止の処置のみ緊急で行います。はい。ん？これは歯車だろうな。歯車持ってくれよかった。ミスったな。歯車がないと、ここは何にもできんか、もしかして。回復アイテムだけでも先に回収できるもんなら、ん？何やこれ。ここにも歯車か。これ歯車じゃないのか、もしかして。違うアイテムかな。暗いな。どこに何があるのかがよくわからない。これはハーブか。違う。ただの花瓶やった。ガンパウダー、台もあんのか。これで行き止まりですね。台取って行き止まりで、ここになんかギアボックス、ギアをはめたらいいんか。これはなんや。ロックされた扉、こっちから来たんよね、確かね。で、ここ何階や、これ3階か。3階はこれで終わりかな。一応その時計台のところで何かすれば OK というところですね。あとはもうこれを回収するかしないかという点だと思います。あとはそしたら行きましょうか。ここハートマークやな。これは？鏡か。レッドミーアウトって書いてるけど、どういう意味だろう。ん？なんか新たなアイテムですが、持てない。ということは、これと、これを組み合わせようか。これで弾ができた。これで持てましたね。調べてみましょう。蓋が宝石で飾られている。中に何かが入っている。はいはいはい。宝石持ってたぞ。これでしょ。おーし、開いたー。何が入ってるんでしょう。スターズバッジ。これは何だろう。違う違う。
ラクーンシティ特殊部隊スターズのバッジ、 USB ドングルキー、おお来た。これもどっかで使えたはず。おっと、捕らえてくれ。マジで死んでまう。クローバーか。マジかー、初全滅。コンティニューってどっからよこれ。タイラント、タイラントは通常の攻撃倒すことはできない。今のがタイラントか。最初やんこれ。マジかー。ここにもはめれるんよな。あら、はまらんのかいな。まあ、とりあえず上がりましょう。で、なんかあるな。取れない。今は取れない。ん？小さなハブの、まあ、これやな。暗い。なんかあるな。ん？ああ、はめれるっていうことか。このでっかいのははまらんわな。あ、はまった。動き出したぞ。試してみるもんやな。これは全然気付かんかったわ。んで、ここにこうですか。さあどうなる。全体的に回り出しましたね。ほう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 。あ、さっきの謎アイテムが落ちてきましたね。これ電子部品かな。大成功。うん、違う違う、これですね。うん、オッケー。何個、何個あるんかなこれ。ここも来ないかんのよな。まずここ行こうか。理念室。あー、またこれか。嫌いなやつや。
早っ、割と早くできた。よっしゃ、これでまたあそこの武器庫みたいなところでアイテムが取れますね。これで全部かな。ガンパウダーですね。ここかな。 OK。 よっしゃー、開いた。お、新たな武器やぞ。 MQ11 サブマシンガン、380ACP 弾を24発装填できる。マシンガンの中でも高い連射性能を誇り、有効光線距離で弾をばらまく運用が前提の銃。なんか物々しい銃が手に入りましたね。スターズ隊員宛ての手紙。親愛なるスターズ隊員諸君、君たちは相変わらずあのオンボロ警察署でムカつく上司のおもりでもしてるのかな。俺か、俺は美女とデートしてきたところだ。彼女の大きな傘の下で何があったかはご想像にお任せするよ。これは何か普通の手紙じゃなさそうですね。ヨーロッパは最高だ。1ヶ月程度のバカンスじゃ足りない。半年は戻らないかもな。バリー、あんたはこっちに来ようなんて思うなよ。可愛い娘さんたちが泣いてもいいのか。美女は俺に任せておけ。ジル、クレアから連絡があったら兄貴は元気にしてるって伝えてくれ。8月29日、クリス・レッドフィールド。あ、これ兄ちゃんか。オッケー。なんだかクリスらしくないわ。うん。なんかそんな気しましたよね。これで手に入れれるもんは、これ、ドングルキーってな、もう一回抜いとった方がいいんかな。抜いとった方が良さそうですね、なんか。これと、組み合わせとってみよう。解毒作用が追加されたのか。ドングルキーはとりあえず抜いといて、そしたら次は、さっきね、拾ったボタンで、ここ、武器保管庫、備品保管庫か、ここ行きましょうか。OK、これで、このコンバットナイフが手に入るけど、まあ、コンバットナイフはええか。別に今特備に欲しいとは思いませんが、こっちやな、これやね、203。これあれでしょ、アイテムよく持てるようになるやつじゃないんですか。よっしゃー、なんか新しいギミックが出てきたな。コードをつなげていったらいいんかな。ここにつなげるんかな。ん、はあ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 、ふん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 、またややこしそうやなこれ。なんか適当にやっていけたぞ。開きましたね。何があるかな。電話、あ、この状況やったら出るわな。もしもし。ごきげんよう、クレア。取引をしようじゃないか。どこにあるの。近くにあるからすぐわかる。シェリーは無事。今はな。
もし指一本でも触れたら。取引ってなんやろな。ガキだ。あれを落とさなければ見逃してやったのに。あれ。あれってなんやろ。心配するな。もうじき全て終わる。どこかから出られるはず。あれ、操作キャラが変わったぞ。今度はこの子で移動すんのか。ぬいぐるみなんか役に立つんやろうか。っていうかこの子戦えるんやろうか。っていうか動きが妙。なんか積み木みたいなの入れるんかな。その後なんかパズル合わすみたいなギミックがありそうに見えましたね。ここは何だろうか。なんか張ってますね。塞いでるっていう感じになってますね。何を塞いでるんやろうか。ん？出れないのか。つうことはここで何かを捨てないかんということですね。あ、調べるんか。あ、そうかそうか。やっぱり。で、ここに行くと。で、絵合わせですね。こう？うわ、回せるんかい。めんどくさいな、これ。こうやな。で、次は三角と星、こうか。次が四角と、こうか。で、星、ありゃ？違うん？こうやと思ったんやけどな。で、この右から合わせていこうか。こうか。で、星と四角。じゃん。こうか。で、四角と三角。違う。ん？こうか。OK。ハサミ。で、ここを破るんか。手で引っぺがせそうやけどね。わざわざハサミ使わんでも。しゃがむ。LT。こうか。薬がエラー置いてるな。こっちより先に扉行こうか。あ、ここはあれやね、元の扉やね。
ああ、ここも入れんようにされとるな。落書きの跡。あ、ここか。ここはさっき塞がれとったとこかな。ぐるっと回ってきただけか。なんかもっとないな。なんかまた帰ってくるん嫌なんで。ここは開かない。何もなさそうはなさそうですね。なんかしゃがみ忘れで進めんようになるみたいなことがありそうなんで、しゃがむという行為は覚えときたいですね。あのドアから出られそう。出ていいのかな。先に何かないか探しておこう。何もなさそうですね。こっち来たらダメな。さっきに、んだらあっちのあの扉からとか言ってたとこ行っとこうか。鍵がいるんか。鍵を見つけてこいっていうことやね。なんかある。トムの日記。2月5日手紙を出し2ヶ月になるのにオリバーから返事が来ない。養子にもらわれて行ったやつらはみんなそうだ。金持ちの家で王様みたいに暮らしてると孤児院のことなんか忘れちまうんだろう。オリバーだけは違う。俺たち永遠の相棒だなんて思ってたバカみたいだ。2月8日アンが年下どもを集めて話をしてた。養子として孤児院を出てったやつらは本当は恐怖のブギーマンの餌にされてる。だから連中とは連絡が取れなくなるんだ。だとあいつには三流小説家の才能がある。2月13日、アンの話じゃないがこの個人はちょっと変だ。確かに他の養護施設に比べたら恵まれてる。地元のでかい製薬会社が寄付をつぎ込んでるからだ。でも電話や外出が禁止されてるのはなぜだ。ドクターの数が多すぎやしないか。毎日あの注射の意味は。これじゃ俺たちまるで人体実験でもされてんのかな。2月14日、俺に養子の話が来た。信じられない。俺はもう大きいし人気があるタイプじゃない。でもまあ少しくらいは嬉しいかもしれない。嘘だ、本当は泣きそうなくらい嬉しい。出発は20日だ。俺はいい息子になる。お父さんとお母さんが自慢できるような息子に。2月19日、真夜中オリバーが帰ってきた。狂ったみたいに助けてって泣きわめいてた。俺は最初そいつが友達だってわからなかった。だって顔があんな風に溶けて剥がれて。今先生とドクターたちが看病してる。大丈夫、ただの不病だ。あっという間に治る。そしたらまた2人で冒険に行こう。怖っ。闇深。いや、あの人。あ、探してるわ。なんか音楽かけてるぞ。丸々の日記。これを読んだ人、警察に電話して、ブギーマンが来た。みんな食べられ、ブギーマンは黒いたくさんです。助けて、もうすぐこっちに。助けて、お母さん。なんか、かゆうまみたいな文章でしたね。